2022小型車那須川参戦発表会始めていきたいと思います。司会の黒岩です。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは登場いただきましょう。那須川ドライバー小型車さんです。どうぞ。よろしくお願いします。続きまして小型車応援サポータークレイジーケンバンド横山健さんです。どうぞ。さあということでまずは、小賀選手から一言お願いします。はい、今年も、那須川にフル参戦できることができました。このような、ね、素晴らしい形を取っていただきましたので、今日も健さんにも来ていただいて、黒岩先輩にも素晴らしい MC をしていただきますので今日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、そして横山健さん一言お願いします。はい、そうですね、今年も応援サポーターさせていただきまして本当に光栄です。また今年もたくさんの興奮を、いただきたいと思っております。はい、ということでこれからですね発表会進めさせていただきたいと思いますが、まずはこちらを行いたいと思います。今回はですね越野完売さんのですねこちら鏡開きやりたいと思います。2022シリーズ古賀選手がね最高のシーズンになるように鏡開きやってみたいと思います。それではお願いします。秘密を持ってください。いただきますよ。せーの、今年の最高のシーズンを願って乾杯。乾杯。さあ22シリーズもいよいよということですが、古賀選手まずフル参戦ですね。そうですね、今年も去年同様にフル参戦決まりました。はい、フル参戦は何年目なんですか。フル参戦はおそらく5年目かな。はい、このスポット参戦で、まあ、やっていた時とフル参戦もう5年経過しましたが、やっぱ全部出るのとポイントポイントで出るの違うんですか。やっぱりレースって、メカニックと常に旅をしながらっていう中でいうと、やっぱりいい時も悪い時も一緒にこう共有しするっていうのも僕すごくレースだと思っていて、で、そういう意味でやっぱ僕はやっぱフル参戦にものすごくこだわりたいと思うんですよね。はい、いや健さんはその、はい、古賀選手の、アメリカでのペースっていうのは実際に何回か見に行ったことあるんですか。アーウィンデールに見に行きましたけども、はい、もう1回しか見に行けてないんですけども、ね、その時はやっぱり現地で見るとメリ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 って、このメリメリってのはアメリカンって意味なんですけど、はい、この空気感と、はい、そしてですねパームツリー、はい、そしてナイター、はい、でナイターに至るまでですねサンセット感とかで爆音、もう受け止めきれないぐらいのですね興奮がありました。燃えるサンセット燃えるサンセット最高僕もちょっと凍らせて入ってました。いやでも本当そのアメリカの本場に行って今年こそは僕もそして多分ね今映像を見てる皆さんもそしてね古賀選手のスポンサーの皆さんもね生で見たいなって思ってる方多いと思うんですが、今年この22シーズンの古賀選手を応援してくれるスポンサーの皆さん、そしてその体制をぜひ教えてください。はい、ではご紹介させていただきます。ライズアップ CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、GR ガレージ高辻 CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、ヤマダインフラテクノス CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、ループコネクト CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、ラウンドリー CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、ロブスターツールズ CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、腰の完売 CKB ジェリーピッツトヨタレーシング、トヨタエンタープライズ CKB ジェリーピッツトヨタレーシングの皆様に今年も応援していただきます。いや素晴らしい体制ですよ。でやはりこの各レースによってメインスポンサーが変わるっていうのは日本の時にレースを見てる人だとあれって思う方が多いかもしれませんけど、これは結構アメリカでは普通なんですか。そうですね、アメリカではポピュラーな形だと思います。どうしてもね日本だと、GT 選手権でも1年間同じスポンサーの方っていう風なんですけども、あと僕ですレース数が多いっていうのもあるかもしれないですね。はい、今年は何レースでした。
今年はですね、11レースが今シーズンになります。はい、11レース。で、あの、ケンさんがお話しあったみたいに、ナイターもあるわけですね。ナイター。で、昼間もあって、あとはオーバルがあって、ロードコース。ロードコース。はい。どちらの方が得意なんですか？僕はまあね、当然日本で僕レース始めてゴーカートからやってるんで、まあ、オーバルコースなんてアメリカでしか経験したことなかったんですけど、今となっては僕オーバルの方が好きなぐらいだと思ってたんですが、去年結果が良かったんでロードコースも好きです。あケンさんが見られたレースはオーバル、オーバルですね。やっぱオーバル憧れますよね。憧れますね。僕アメリカンというんですね。アメリカンですよね、うん、で実際にあの今回の体制っていうのは昨年と同じチーム体制ですね。そうですね、去年と同じチームで本当にもう、まあ、常に勝てるっていう体制のチームなので、まあ、今年こそは必ず勝ちたいというのがチーム全員の、まあ、すごく意識が高いですね。で去年はシリーズランキングが、総合で8位、はい、でまあ、これ4年連続トップ10入りっていうのはあのアメリカのレギュラードライバーでも難しいんじゃないかなと思いますけど、日本人でやってるんじゃないか、多分ね、古賀選手だけだと思う。そうですね、まあまあ、アメリカのレースって、ね、表彰台っていうのがないので、まあ、1位、5位、トップ10っていうのがすごく大きくて、で特にやっぱそのランキングトップ10に入るってことがものすごく、まあ、チームに、まあ、翌年 あのいろんな、まあ、恩恵も含め大事なので、まあ、そこだけはまあ死守はできているんですが、まあ、特に今年はランキングも当然気にしますけど、まあまあ、ワンレースワンレースのリザルトを気にしてレースしたいなと思ってますね。で去年はベストリザルトが5位。はい、5位でした。このレースもうまくまとまったんですか？ですね、うまくまとまってなかったんですよ。あのロードコースポートランドで、スタートしてもうすぐ3番点ぐらいだったんですけど、リスタートの時にぶつけられて乗り上げちゃって、でまた最後尾落ちて、で追い上げてって5位ぐらいまで上がってたらまたぶつけられて最後尾に落ちてっていうのを何回か繰り返したんですけど、まあ、去年学んだことが、まあ、車壊れても気合でなんとかなるってことを覚えました。あ本当になんかもう諦めちゃいけないって分かるんですけど、本当にだ諦めないっていうことがすごく大事だってことは、まあ、その身をもって体験しましたね。ケンさんもあの、まあね、アメリカのレース大好きたくさん見てると思いますけど、はい、このナスカーっていうのはパイプフレーム で、はい、でボディも当たったらすぐぐしゃぐしゃってなるんですけど、うん、結構ドライバーは大丈夫なんですよね。そうですね、まあ、ね、結構派手なクラッシュ、派手なクラッシュ結構振り返るとありますね、うん、そうですね、去年は開幕から4連戦が、うん、もう本当にこの世の中の不幸なことは全部僕に来てるんじゃないかってぐらい不幸、うん、あんまりそういうこと思わなかったんですけど、うん、あんまり続くんで、でもう、4レース目が終わった時にまずお祓い行って、あやっぱ行ったんですね、厄除けしてとかやってお守り作ってもらって、あやっそんなこと今までしたことなかったんですよ、うん、であの腰の神梅さんにお願いして、うん、もうお清めしまくって、もう日本酒の匂いがもうすごいぐらいして、うん、でまあ それが明けたレースでなんとかなったんで、うん、まあ、それでもどっちかというとその自分で運気変えていくっていうのは大事だなと思いました。実際ベストレースは何なんですか、昨年の。去年はその、まあ、ロードコースの5位もリザルト的には良かったんですけど、開幕4連戦クラッシュが終わった5レース目からは、まあ、比較的全部良かったですね、うん、まあ、そういう意味ではそのクラッシュしちゃった開幕4レースも常にトップ5を走ってたんで、去年は、まあ、いつでも勝てる状況だなと思っては走ってましたね。これ日本レースってずっと、まあ、オーバルだと何周ぐらいだった、大体オーバルだと多いと250周ですね。250周でしょ。ケンさん、はい、なんか毎年いろんな話をこの開幕前に聞きますけど、今年は、ね、シーズンの、まあ、うん、シングルで8位だし、うん、体勢もまた変わらないってことで、うん、なんか自信に満ち溢れた古賀拓磨の話を今まで聞いてますね。だって昨年も少々見えてるって感じが何度もありましたんでね、うん、まあ、あとはもう本当運だけっていう感じだと思うんですよね。これでも勝つためにはあと何が必要なんですか？勝つために、まあ、勝てると思ってます。もうやってりゃ、自分がちゃんとやることやってりゃいいと思いますね。なるほど、はい、これでも勝つレースにケンさん見に行きたいですよね。そうですね、はい、どの辺に行けば勝つの？マイレース来てもらうとチャンスがありますよ。
まあ、いいレース来てもらって、ね、今日もね、たくさんの応援団のスポンサーの人いますけどね、はい、なかなかね、あの今コロナの影響ですけど、シーズンの開幕が3月11日です。あ、3月11日ぐらいだと、まあ、あの世界の調整もまだ落ち着いて、きり、まあ、落ち着くこうギリギリな感じだと思うんですけど、どうでしょう、夏ぐらいで、まあ、日本も世界も収まったら、結構応援ツアーとか応援に行けんじゃないですか、もう。だけども我慢できないですよね。別にその海外に行くっていうことじゃなくても、当然ケンさんのライブも、うんうん、もうエンタメがですね、うん、もっともっと、うん、そのエンタメ見てもやっぱりレースもそうですし、音楽もそうですけど、それ見て皆さん元気になっていただきたいと思いますからね、うん、そういう意味では行けるといいですよね。そうですね、だから僕たちのまあレース、ナスカはもう、うん、まあ、エンターテインメントの要素っていうのはアメリカのモータースポーツがすごく高いので、そういうのも含めて世界中が、はい、戻ってほしいですね。そうですね、はい、行った時、アーミンテール行った時に途中であのレースが一旦あの、ヒート1、ヒート2みたいになって、うん、間でいきなり YMCA が来てあの客席がみんな総立ちになって踊り出すっていう場面があって、もうこのカルチャーの違いをびっくりしました、はい、でもケンさんは、まあ、要するにミュージシャンとして、はい、クレイジーケンバンドとして、はい、まあ、音楽をこう提供して皆さんにね、まあ、いろんなこう温かい気持ちとか元気とか届けてますけど、はい、モータースポーツ特に古賀選手のこのレースシーンなんかを見て、曲が生まれたり詩の世界観が生まれたり、はい、何かあるんですか。そういうもうこれまでにですね、あの車と女って曲作ったんですけど、はい、そのアーウィンデールで古賀さんが走ってるマシンの音を録音して、であの曲中で使いますけど、はい、それぐらいもうそれに触発されてできた曲なんですけど、2年ぐらい前のツアーの1曲目でしょ。1曲目だよ、これ1曲目だと気合入るんで、僕の名前も叫んでいただいて、そうなんですね、最高最高ここにもう横にあの横掛けの動画をね、つけていただいて、ありますからね、一緒に走ってる気合入る。でも実際あの要するにクレイジーケンバンドのファンの皆さん今日見てたら、うん、ケンさんたちクレイジーケンバンドの曲の中には、はい、あのモータースポーツを思わせるような曲ってめちゃくちゃたくさんありますよね。そうですね、もう本当にモータースポーツと音楽って僕も子供ってから密接なつながりを感じていたんで、まさに今そんな気分がこの年になってできているということをとても感謝しています、はい、ケンさん自身もここ数年はもう歌うだけではなく、はい、ちょっとドライブになってますもんね、はい、あのネオクラシックのかっこいい車乗って、はい、やっとあのシングル8位に入れるようになりましたけど、はい、あの筑波の方で走られてるわけですよね、はいはい、いやでもどうですか、実際にやってみると、そのやってみて、このナスカーでチャレンジする小型くんは選手もう次元が違いますけどね、一回あの中に乗せていただいたんです、もう止まってる状態で、こんな状況で運転してるの何も見えないみたいな、はい、実際見えてない、本当に見えてるところがすごい少ないんで、なんか無線でこう、そうですね、やり取りするんですね、はい、なんであの僕たちはスポッターっていう人がいて、うん、あのまあサイドミラーがない、でドアも開かないんで、これ、ぶつかるのね、はい、でそのスポッターがアウトサイド、インサイドっていうのを聞きながらじゃないと、全然レースができないですね。あ、じゃあ、もうまさにあのスポッター、要するにアメリカフットボールでもそうですけど、うん、シミュレーションを上から俯瞰で見てる人が、全部指示を出して、そこでイン入れとか、そうです今行けとか、少し我慢だとか、はい、じゃあ結構素直じゃなきゃ、このナスカードライバーになれないですね。あの、先輩、86のレースつけた方がいいですよ。ねえ。ねえメンタル落ちちゃうから。メンタル落ちちゃうからね。この場合つけると大丈夫だから。黒岩先輩は、はい、あの、まあこのような、はい、ワイルド感をちょっと出されてますけど、本当に、はい、まあいい意味で優しい。優しい。まあ、悪い意味でちょっと気が弱い。レース前で、まあ、もうしょっちゅうラインだと思うんですよ。チワワみたいなもう。でも、それか、だからミラーさ、ね、ミラーがなくても走れるんですね。そうですね。はい、まあ、それなら、やっぱケンさんもナスカーで行ったらそれで支持されながらだと、どうですか、いや、逆に混乱したりするんですよ、僕だったら。はい。やっぱ自分の見えたところでしょ。じゃあ、一番その、ドライバーのスキルだけじゃなく、チームプレーがナスカの楽しさなんですね。まあ本当そうですよ。うん、だからあの、ね、特にオーバルって、まあ、コーナーも2つしかないんですよ、まあ。ただ走るんだから誰でも走れるんですけど、誰でも走れる中で競争するっていうのは、本当にもう重箱の隅をつっつくような細かいことの積み重ねなので、まあ、とにかくそのメカニックだったりとか、まあ、みんなのそういうもう技術と
情熱の集結でレースをしてるってことですね。じゃあ、ちょっと前の話になりますけど、映画のカーズも、うん、チーフブルーがこうもうトラシバー外して、うん、やってらんねえよって言ったらもうダメなんですね。そう、終わっちゃいますね。よくあるんですけど、そういうこと。あるんですか。ドライバーがわーわー、なんか誰も何にも喋ってないなと思うと、はい、僕の走りが悪かったのかなって。僕が一番最初にレースを復帰した時のチーム監督が、ものすごい情熱的で、はい、まあね、もともとそのチームオーナーも有名なドライバーだった、うん、走ってる間に僕より興奮しちゃって、もうなんかもう興奮しまくっちゃって途中でどっかで行っちゃうとか、レース中そんな人もいない。いろんなパターン、いろんな人です。で、1個前に所属してたチームオーナーものすごい楽観的なんで、僕がいいレースをしてるとレース中に酒飲んじゃって気分良くなっちゃってとかっていう人もいれば、ただ今のチームのオーナーはもう本当にもうでレース、まあ、みんなレースが全てなんですけど、どちらか真面目なタイプです。いやいやいや、なんかそういう話聞くとますますね、本場生で見たくなりますよね。いや、まあね、本当最高のシーズンになってもらえれば、まあ、開幕前毎年同じ話してるような気がしますけど。そうですね、まあ、やる前は何でも言えますからね。まあそうですね、あとはシーズン終わってから2、3ヶ月経つと嫌なこと忘れてます。シーズンが終わると矢沢久のライブにずっと行ってる。そうですね、それもツアーですからね。そうですね。で、3月から始まってシーズン最後はいつなんですか。今年が11月の中旬です。結構まあ長いですね。長いモチベーション、まあ、日本に帰ってきてまたアメリカ行ってっていう生活だと思いますけど、そういうレース前のモチベーションを上げるときとか何かやってるんですか。まあ、特にはないんですが、まあ、基本的にはやっぱりその基礎体力、まあ、ウェイトトレーニングっていうのは、まあ、常に同じコンディションにしておきたいなとは思ってますね。ケンさんも長いツアーで、はい、毎年やられてると思います、長いと何ヶ月ぐらいの期間をツアーでもあるんですか。そうですね、今ちょっとコロナ禍は別として、でも1週間なくて1週間なんですけど、ある程度やったらまた戻って、それでまた行ってっていうので、ずっと出っ放しっていうのはやってないんです。でもツアーでシリーズというか、こう、4月から始まって、ね、かなり長い、年を越してやってます。はい、もう昨年からのツアーが、また4月までやってます。はい、そういうライブ前のモチベーションを上げる検査は何やってるんですか。そうですね、まあ、とにかく興奮状態に、ちょうどそれに帳尻合わせるっていう感じで、モータースポーツの映像を見たりとか、音楽に関係ないことで興奮して、でそのままトップギアで、バリバリバリっていう、そのローリングスタートですね、どっちかというと、スタンディングスタートじゃなくて、ローリングスタート、温めて、はい、行く前にいろんなテンション上げて、はい、そうですね、で、楽屋入って、で、ペースカーがピットロード入ったんで、うん、みたいな気分ですね。そういう感じで上げていく。はい、別に興奮するって、エッチなビデオ見るいや、それもいいですね。それも OK です。違った意味で、違った意味で。まあまあ、これ使われたから分かりません。だからそういう意味では、一個だけあります、僕も。僕も12歳からゴーカートレースやってるんですけど、絶対やることあるんですよ。成り上がり読むんですよ。ああ、成り上がりを読む。成り上がり。同じ成り上がり。もう読みすぎちゃって、2分で読みました。速読ができる。もうだって、ページめくる前に何喋ろうとしてるか、もう頭の中入ってます。すごいね。それやってますね。朗読してこう。全然できます。朗読全然できます。あれ本当バイブルですよね。成り上がりね。でもそういう矢崎さんのね、成り上がりの本がね、皆さんバイブルということで、はい、まあ、いろんなことやってますよ。で、ケンさん、今回はちょっと、ケンさんにナスカードライバーになってもらおうということで、はい、こんな企画を用意してますんで、じゃあそちらの方、行ってみたいと思います。ではですね、はい、まず古賀選手に乗ってもらいますが、こちらにありますドライブ X の方で、はい、ケンさんにはナスカードライバーになってもらおうかなと思いますね。初の、はい、やってもらいましょう。じゃあまずは本物のナスカードライバーが、はい、これコースはどちらですか。これ開幕戦が行われるフェニックスレースウェイですね。じゃあフェニックス走ってもらいましょう。じゃあ古賀さんお願いします。はい、スタートします。まずこのドライブ X はですね、まあ、最近東京オートサロンで発表したばっかりのものなんですけど、まあ、よりコンパクトなシミュレーターになってます。で僕もですね、まあ、特に今このコロナの状況で、まあ、本来だったらもう今の時期だったらもう何回もアメリカ行ってテストしてるんですけど、今できない状況なのでこれで練習してます。
意外とですね、これあのフェニックスレースウェイ1マイルなので 1.6 キロなんですけど、すり鉢状になってるんで、このコースでもあの300キロぐらい出ちゃいます。ここでも300キロぐらいで、丁寧に走らないと、これ、まあ、フェニックスって砂漠にあるので、ものすごい砂が出てます。路面状況が、でとにかく壁に近くで、意外とブレーキもフルブレーキングして入ってくる。さあ、エンさんがピットアウト、はい、さあ、ということでやってもらいましたが、ドライブ X、はい、めちゃくちゃリアルでしたけど、ケンさんいくらでした？いやー、ショックでしたね。もう何が何だか分からなくて、もうカウンター当てたら、はい、なんか、ね、なんとかなりそうなのになんないし、もういきなりスタートで、まあ、よし、こんな角度がついてる、バンクからインダップでトラクションかけて、アクセルオンすると、もうリアが出て、で、やっちゃいけないカウンターを当てると、そのままハイサイト的にバーンって回るんですね。ハイサイト、うん、いやー、でも実際リアルカーでもああいう動きなんですよ。まあ本当そうですね。だからまずね、フォーミュラーだったり、そのヨーロッパのレース、日本のレースからアメリカに来た時に一番困るのが、スライドした時にカウンター当てると今度ピン巻きしちゃうっていうこと、違う動きをするんで、まあそこが一番難しいかもしれないですね。それがもう古賀選手の場合はもう体で慣れちゃってるから、それが普通だと思ってるのがいいかもしれない。いやでもフェニックス行けなかったっすね、開幕戦。いやーそうですね、ショックですね。悔しいですよ。いやでもそうなるとやはりね、古賀選手、体勢も昨年に引き続いて、そして今回もね、日本の皆さんに、企業の皆さんにもね、本当応援していただいてるんで、今シーズン本当楽しみで仕方ないんですが、今年の抱負を、じゃあ最後締めで一言お願いします。はい、今年もですね、本当に皆さんの多くの、ご支援をいただいて、走ることができますので、勝ちたいです。とにかく勝ちたい、もうそれにつきます。応援よろしくお願いします。はい、ケンさんからもエールを送ってください。はい、コアさん2022年、とにかく、もう表彰台はもう見えてるんで、その、1位ですね、1位狙って頑張っていただきたいと思います。いいね。ケンさん、こうしましょう。もし、まあ、もしというか必ずや勝つと思いますけど、まあ、11月までの間に彼が1位、まあ、表彰台ポジティブの、まあ、要するにアメリカの場合だと、ね、センター1人ですから、それになった場合には、まあ、タクマ・コガをイメージした1曲をプレゼントするというのはどうですか？いいですね、もう喜んで、ね、お願いします。喜んで、でもしなかった場合には僕ということで、2位以下で全部シリーズ別にチャンピオン取っても優勝しなかったら僕の方に。ミスター打算的ですね。僕のチャンピオンですけど、タイトルは小屋さんが甘神ってタイトルもらってるんですけど、甘神いっぱい一曲できちゃいましたけど、まあまあまあ、でもぜひお願いしたいと思います。まあそういうことで、本当にね、楽しみで仕方がないシーズンになると思いますので、ぜひね、アメリカのナスカシーズン通してフル参戦の古賀拓磨選手を応援よろしくお願いします。ということで今日はお二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。